小野慎吾は、静岡県寸島郡町泉町出身の元プロ、野球選手、コーチ。長泉町立北中学校3年春の、県大会で、浜名中を相手に一安打14奪三振を見せるも、敗戦。御殿場西高校時代は、選抜高等学校野球大会に出場。2年時に、東山高校の岡島秀樹と投げ合い、逆転負けを喫する。 1993年のドラフト会議では、千葉ロッテマリーンズから6位指名を受けたが、プロとしてやっていける自信がないと、入団を一時拒否したが、水谷則広スカウトの説得により入団に至った。当時の背番号は63。プロ7年目の2000年、先発ローテーションに定着、4月23日のオリックスブルーウェーブ戦から7月9日の、 日本ハムファイターズ戦まで日曜日に9連勝し、かつてチームの先輩であり、大投手の村田長次が呼ばれた、サンデー長次にちなんで、サンデーシンゴと呼ばれた。6月には、月間 MVP に選出される。オールスターに選出され、長崎県営野球場で開催された第3戦に、先発するが、清原和弘に、本塁打を打たれ、敗戦投手となった。 小野はこの年、13勝5敗で最高勝率のタイトルを獲得し、また、防御率もリーグ2位を記録した。2001年、背番号を63から村田がつけていた29に変更した。4月8日に、福岡大英ホークス戦で93球で完封勝利を挙げた。このシーズンは10勝9敗、防御率3.74の成績を残した。2002年は、 5勝8敗の成績で終わったが、防御率は3.41だった。2003年は、10試合の登板でわずか2勝に終わった。2004年は、主に中継ぎとして32試合に登板し、4勝3敗、防御率3.45の成績を残した。2005年は、先発、シーズン後半からは中継ぎとフル回転し、シーズン10勝を挙げた。 規定投球回到達はならなかったが、チーム31年ぶりのリーグ優勝、日本シリーズ制覇に貢献した。2006年は、9月13日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で5年ぶりの完封勝利を果たすなど、先発ローテーションを守り2001年以来の規定投球回に到達。打線の援護に恵まれず7勝止まりながら1年間安定した投球を見せ、 防御率2.66はリーグ5位だった。2007年は4月20日の楽天戦から8月5日の日本ハム戦で勝利投手になるまで11試合先発していながら勝てなかったことも響き7勝に終わった。このシーズンも防御率3.25ながら前年同様勝ち星に恵まれなかった。この年は規定投球回には到達しなかった。 2008年は、故障もあり、5勝4敗、防御率6.50に終わった。2009年は、オープン戦では不調だったものの、シーズンに入ってからはローテーションを守り続け、防御率3点台と復調して8勝を記録した。バレンタイン監督の配慮により10月3日の日本ハム戦では、中継ぎで5イニングを投げ、3年ぶりに規定投球回に到達し、 最低限の目標だったが、嬉しいとコメントした。この試合で、清水直行も1イニングだけ投げて、規定投球回に到達し、バレンタイン監督は、大きな努力を払ってきた二人にできる、ささやかなお礼と述べた。2010年は、開幕から、先発ローテーションを守り3連勝するも、4月21日対楽天戦で、全部を怪我し、二軍調整を余儀なくされた。 5月25日対阪神戦で復帰するも、初回に、クレイグ・ブラゼルの打球が右肩に直撃し、わずか16球で、無念の降板、再度出場登録を抹消された。6月27日に再登録も背中の違和感で7月11日に、再々抹消され、8月10日に一軍復帰後は、中継ぎとして、チームを支えた。 シーズン後の契約公開で3年契約を結んだ。2011年は19試合に登板し4勝5敗の成績で終わった。2012年は15試合に登板し2勝5敗と成績を下げた。2013年10月6日、小野慎吾投手引退セレモニーでの胴上げ2013年は1軍での登板がないまま9月19日に同年。 限りでの現役引退を発表し、翌20日に引退会見を行った。本拠地最終戦となった10月6日の、オリックスバファローズ戦の試合後に、おのと同じく同年限りでの現役引退を、表明した、矢豚康彦と共に引退セレモニーを行った。マウンドに立ち、打席に立った、同期入団の福浦和也を3球三振に打ち取った、あとは、ファンー挨拶をし、 ナインに同上げされ、グラウンドを一周して、選手生活を終えた。2014年からは、ロッテ球団の東海地区スカウトを担当。岩下大輝などの選手を担当した。2016年は、ロッテの二軍投手コーチに就任した。背番号は82。2021年まで同職を務め、2022年からは、一軍投手コーチに配置転換となった。 内角にギリギリの角度でシュートを投げ込む強気の投球が特徴。シュート、スライダー、カットボールによる横の揺さぶりで攻め、純粋なストレートの投球比率は1割にも満たない。カウントを稼ぐ投球術にだけ、ファーストストライクの左率が低い傾向にある。また、守備や牽制の上手さにも定評がある。最大の武器として、 小活をコーチから伝授されたという切れ味鋭いシュートがクローズアップされることが多いが、小野は多くの人がシュート投手として見てくれていると思うけど、スライダーあってのシュート。今でもスライダーの方が自信がある。シュートはあくまで見せ玉と語っている。ありがとうございます。